はい、皆さんこんにちは、ターザン・マコゾーです。そして手坂です。あと、ビョウです。はい、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録と高評価と通知音よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は新ギルティ使用後が違うかしんちゃん。はい、しんちゃん、しんちゃん、しんちゃん、早速ね、使用後が違うかということで、はいはい、どっちからいきます？断罪ですね。はいはい、はい、順番的にこちら、はい、貫通のシンギュリティ断罪、はい、はい、まあ、こちらね、明日はおそらくママゴアシの適正になると思うんで、うん、またそこでね、ちょっと評価、上がるとは思うんですけれども、まあ現状での評価ですね、うん、はい、貫通ドラゴンパワー型の超重力超減速転送壁超 SS アクセルに渾身ついております。はい、はい、そして SS がなんか変なビームみたいなの出してこういう、はい、弱点露出と弱点強化をします。これはちょっとあんま強くないですね。で、友情コンボですね。コースピーアップと防御アップ。もう夢の全部アップです。全アップ来ましたね。はい。全アップ来ておりまして、まあ当たったらまあ本当に、すごい嬉しい。うん、嬉しい。みたいな、はい、感じのキャラですね。はい。今使ったんですけれども、うん、強すぎる。こいつはマジ強い。渾身、やばい。いや、渾身ついてるからさ、やっぱスピード感が心配だったのよ。はい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 。それはあったでしょ。ありましたね。パワー型だし。そう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 、うん。やっぱ重力と減速壁、なんかどっちかあったら、うん、全然いいな。そう。まあ、なくてもなんか爆発あればなんかスピードアップしてくれて、うんうんうん、まあある程度仕事できるなっていう感じで、うんうんうん、スピード感がね、めちゃくちゃ良かったですね、パワー型の割に。そう、本当にね、重力か減速どっちかあれば更新し放題で、そう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 、うん、なんかもうむしろメモリーとかよりもなんかその早いっていうか使いやすいぐらいの気持ちだったわ。あの更新のメモリーね。はい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 。まああっちは壁を絶対触れなきゃいけないっていうので縛りよりはね、こっちの方がいいよね。まあ、しかもね、あのスピードアップ系があの自分の友情入れて3つあるわけですから。うん、うん、本当めちゃくちゃこの更新というか、まあ更新のデメリットが気にならない。ただ攻撃力15万のキャラだった。強いよな、うん、常にだからね、SS 打ってるような火力してるんだよね、直殴りが。で、相方も行って、はい、離れこぐにっていうね。もうバブリーギフトよ、うん、最高ですね。そう、かなり動きやすかった、うん、やっぱ離れこぐにと、まあだから明日来るやつのままゴアシは離れこぐに上手くなんだろうなって、うん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 、で、こいつと合わせたら多分めちゃくちゃ強そうかなって思った、はい。で、攻撃力だけじゃなくてステータスがもうやばすぎ、高いね。29,000、49,390キロ、うん、これはね、あの全モンスターの中でももう偏差値にしたら圧倒的1位です合計値、うん、ありえん高い。なんか星7かのキャラかと思ったそんぐらい見たことないステータスしてますね。いいステータスっすよね、うん、なんかね、エンマとかも高かったんですけど、うん、攻撃力が、ね、HP か、 HP がうん、あのキャラ2万切ってたりするんで。そうですね、スピードはちょい速いけど、うん、これはね、もうぶっ飛んだステータスしてますね。未来のモンストを感じます、うん、はい。で、もうさっき言ったんですけど、ちょっと SS がね、やっぱ噛み合ってないなっていうのはありますね。まあサポートっぽい感じのね、やっぱり、うん、性能だね、うんうん、やっぱこのストライクショットはあの足止まってただビーム打つっていう、まあ、珍しいよね。なんかまあ、うん、限定キャラについてるなんか SS としては結構珍しい気がする。なんかね、枷感があるここで調整してるってこと、うん、調整してると思いますよこれ完全に、これがもしこのもう自強化で弱点露出弱点強化とかだったらもう最強キャラだったと思うんですけど、ね、うん、SS 打ったターンはそのあまり活躍できないっていうのが、まあ、ちょっと気になる、かなり気になるところかな、うんうん、まあ、ただね、これ一応その2段階目で弱点強化も2倍入って弱点露出もするんで、まあ、これ打つ余裕があれば、うん、あ、これ強化2倍なんですね。これ2倍、はいはいはい、なるほど。余裕があればかなり強いんですね。ダイアップじゃないの2倍なんだ、うん、はい、といった感じで、はい、まあ、めちゃくちゃ強いんで、うん、まあ、ほんと重力か減速どっちかある高難易度クエストでは活躍してくると思います、うん、なるほど、はい。でも動けないのかないや、SS ね、うん、あ、そう、断罪というキャラはめちゃくちゃ強い、うん、SS は微妙。まあ、自分でガンガン殴ってるって感じだな、うん、うん、これはなんかもう横の人がしてほしい、うん、並べたいよな、だからこいつを。そうだね、連続で置きたいサポギリティとね、そうそう、打ってその次の
こいつ殴りたい。うん、そんな感じです、はいはい、続きまして、はい、反射の謝罪、はいはい、反射ドラゴンバランス型の 超じゃない重力、超ダメージボール、超ウィンド、超減速、連撃キラー L にエッセスターンチャージ、ストライクショットが味方のパワーと友情コンボ威力を一定期間アップ、うん、はい、両方、うん、別々でパワーと友情が両方あります、うん、そして、友情コンボがバウンドチャージと超絶爆発となっております。はい、はい、まああのあれですね、下の方を見ると、まあ、SS と友情を見ると結構このルナリスペクトのキャラ、うんうんうん、という感じですよね、うん、水の、そうですね、うん、ルナとの違いはこの SS がルナはあのパワーがアップ、うん、なんで友情コンボ威力はまあ普通にあのパワーが上がれば上がるんで、うんうん、友情コンボもまあ合わせて2倍2倍になるんですけれども、2段階目でこっちのキャラは 1.65 倍が2つ、パワー 1.65、 友情コンボ 1.65 なので、はいはい、あ、2段階目の数値は上がってるんですね。そうですね、2段階目が、なるほど、はい、合わせてまあ 2.7 倍ぐらい、はいはい、で合わせ友情コンボは合わさった威力になるんですよね、うん、なんで友情コンボの威力はルナより強い、うん、です、うん、1人ルナアナスタシアみたいな、うんうんうん、感じです。さらにここフォンフォンまでかけれるんで、うん、4倍コンホン入れたらね、うん、夢の友情コンボを繰り出すことができます、一人で。まあなんでね、友情強いキャラとできれば連れていきたいですよね。そうだよね、やっぱり、うん、バフというよりはね、ま、友情キャラと、はい、まあその適正のテーマ6で言うと、うん、リムル、うんうん、まあ、まずはそうだね、だったりネオみたいなキャラの友情コンボ力を上げてあげると破滅します、うん、はい、でね、まあ、テンマ6の話しましたけれども、アビリティがダメージオールまで対応しているね、偉いよね、うん、適当にやっても死なない完全対応のキャラなので、もう本当にね、そのリムルとか使っててたまにまあ事故るじゃないですか、うん、まあ、たまに感じになっちゃうダメージャンジャンジャンつって、うん、最後のやつを倒した後に離れてるみたいな、そうそうそう、意外とダメージ食らったなって時ありますうん、うん、あれがもう全くなくなるっていうのがかなりいいところだなと思いました、うんうん、なんで普通は天魔6のパーティーに1体、うん、まああるいは2体入れるのもいいんじゃないかなって、うん、てかまあ入れたいかも、うんうん、入れる人多そうだし、うん、今回入れたいなと思いました、うん、これね、まあ、なんといっても、うん、メギド打ち放題、うん、そう、メギドなんか2回ぐらい出るんだよな、ね、バウンドチャージやっぱヤバすぎて、うん、そうだね、うん、メギド打ち放題ですね、 SS ターンチャージまで持ってるんだね、うん、はい、でちょっとまあデメリットみたいというか思ったことなんですけど、ルナと比べちゃうと、うん、SS が重い、こいつ自体の、うん、うん、ルナと比べるとね、ギルティの2段階目がたまるのって大体3周目、うん、ギルティ1人だったら、うんうん、になると思います、即殺つけても。なんで結構ルナに慣れてると2周目に打てないのがちょっとストレスでしたね、うん、ルナはね壁短縮がね偉いですからね、うん、そうなんで、まあ、毎ターンギルティに当たるようにしても割と3周目まで待たされるなっていうのがかなりとか、まあ、俺は気になりました、うんうん、であとこのキラーね、うん、がルナはねバイタルキラーなんですよね、うん、バイタルキラー L でこちらはまあ連撃キラーということで、まあ、もちろんね連撃キラーの方が強い場面っていうのはあるんですけれども、まあ、基本的にはやっぱバイタルキラーの方が使いやすいとは思います、まあ、その雑魚ワンパンだったりとかね、うん、しやすかったりとか、まあ、あの毎回ねその同じ敵をカン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 ってできるわけではないので、うん、うん、まあね、連撃キラーには連撃キラーの良さはあるんですけれども、まあ、俺はバイタルの方が好きだなって感じましたね、うん、俺連撃の方が好きだった、へえ、うん、ルナ火力出ねえと思ってたんで、はい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 、はい、うん、まあ、バランス型だしね、そう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 、うん、そもそもそこで担保できるって言ってるから、うん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 、連撃で良かったなって感じですけど、まあこれは好みにやるかもしれないですね、うん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 、そうね、バランス型連撃キラー得るっていうことで、まあ、本人火属性にはかなりそこそこ火力出る、うん、めっぽう強いね、うん、普通にあの、まあ、リムルより強いぐらいの勢いの殴りしてますよね。いや、リムルで SS 打ってると同じ火力感よ、はいはいはい、普段から似てくるぐらい、似てくるぐらい行っちゃえばやばくねって思いましたね、うん、こいつだけでもいいよね、マジで
あいつ、あそこは確かに確かに、まあ、6話、うん、もうダメ者になるとも、うん、まあでも結局なんかさ、うん、ネオとの組み合わせも試したんだけどさ、うん、結局リムルとこいつになりそう、あテーマ6話ね、そう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 、テーマ6話やっぱリムルじゃなくてネオを入れると結局ウィンドがちょっと気になったりとか、うん、なんか中ボスで少女術のも足りなとか思ったりして、うんうんうん、そう最初なんか使ってみた動画とかでさネオ軸で紹介もされてたし、うんうん、昨のアルファとかと見合わせてね、うんうん、あワンチャンそっちの方が早いのかなとか思ったけど、うんうんうん、全然やっぱリムル強いんだなってまあ元々強いからこいついたらもうさらにまたね、うん、強くできるしね、そう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 、うん、まあ、リムルの価値は落ちなかったなっていう感じかな、うんうん、こいつも強いけど、でこのままその謝罪が出て、うん、あのネオサンギルティっていうパーティーで結構ねあのちょっと使ったんですけど、うん、ネオサンギルティ久々にネオさんやったんですけど、うん、輪投げ強いマジで4倍輪投げはさすがにめちゃくちゃ強かったですね、うん、あ、テーマ 6? いや、テーマ6じゃなくて、テーマ6じゃない、例えばそのディビジョンとか、あー、うん、はいはい、あのもうボス戦からあの全部一手で終わるんですけど、うんうんうん、あのボスの HP がたとえさらに2倍あったとしても、うんうんうん、普通に1ターンで持ってきるなぐらいの、うん、やっぱ4倍リフレクションやばかったっすね、なるほど、確かにそれぐらいのところだったらいけちゃいそうっすね、余裕で、うん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 、まあ、でもネオとの合わせめっちゃ考えてるよなこれ、そうですね、やっぱ原則も一緒ですし、うん、た、まあ、ネオ自体がねこのバウンドチャージすごい嬉しいですからね、嬉しい、うん、毎ターンネオも SS 打ててオーランチでみたいな感じなので、なんかここまあギルティのこの謝罪のおかげで ネオの評価っていうのはさらに上がったんじゃないかと思います、うん、はい、という感じですかね、うん、何かありますか、それぞれ2は何がおすすめですか、まずじゃあ貫通の方ね、はい、過激です、お全部過激がいいと思うまあ友情がね、うん、まあ、軽く出るやつじゃないからね、まあね、渾身ついてるんで、うん、過激の恩恵も3倍ですから、いや、ほんとよね、うん、過激だな、こいつは、これはまあ、ほんとに同族榊とかで自分のことを持ってください、ドラゴンだからあんま合わせもいないから同族でもらわないとね、そして、謝罪の方ね、謝罪、これ即殺は行きたい、うんですね、うん、うん、 SS 強いですもんね、やっぱこの SS のためには連れていくみたいなところもあると思うんで、うんうんうん、でまあ、さっきも言ったけど、そのルナよりやっぱちょっと重く感じるから、うんうん、即殺は行きたいなと思います、うん、あとはまあ好みですよね、キラーバランスで殴ることもできるし、うん、まあもう開き直ってサポートに徹して将兵怪我減りとかでもいいですし、そうだね、うん、まあ、でも即殺はまあそんな気がするね、うん、まあ、手好みで即殺ついてればそういいかなと、まあ、でも最悪1体しか持ってない人はもううん、過激もマリマシでいいと思う、両面使う感じで、うん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 、俺は一体なんで、うん、とりあえず同族増面作っちゃったかも、うん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 、スライドで使うどっちもなんかマイナスないんで、うん、ね、こっちメインで使うってなったらね、そうだね、即殺行きたい、うん、行きたいなと思うんですが、うん、ちょっとねこっちが即殺合わなすぎるんで断罪が、そうなんだよねこの SS 打ったとこでな、うん、こいつ止まってるしなって、うん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 、なっちゃうんだよな、これすぐ打ちたいって場面あるのかな、ちょっと政治の仕様が分かんないからさ、うん、多分ママゴアシのやってからになるとは思うけど、うん、まあ、その使ってみたのさ、うん、なんだっけ、まあ、使ってみたで使ってたさ、うん、あの こういうモラルモラルだみたいなクエストだったらね、うん、モラルでは SS すごい強かったからね、はい、ああなるほどね優勝通るステージだったらね、そう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 、はい、みたいな感じですね、うん、まあ、普通にクソ当たりキャラだと思います、お強いです、うん、強いと思います、うん、こっちは本当属性不問で活躍する可能性高いです、うんうん、ただやっぱ本当にルナ強いルナ強いのにルナと結構アビリティ被ってて、ああ、うん、重力ダメを一緒で減速もうなんかルナってまあ一面ぐらいだったら耐えるじゃないですか、超スピで、うん、うん、みたいなのあって、まあ、まあ転送とかだったらねさらに嬉しかったんですけどね、うん、ルナの対応できない、まあブロック持ってるルナはいろんなところでいけるよね、うんうんうん、こいつはまあ結構まあ非属性の
ところにルナ連れてきてって時に、うん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 、バランスが正しい、そう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 、非専門のルナって感じがしてますね、うんうん、まああとはやっぱルナって結局高級品じゃないですか、あミッドナイトパーティーで、ああなるほどなるほど、なんで、ルナよりも手に入りやすいという面でルナ持ってない人は嬉しいかも、うんうん、割とそのルナのルナってまあ その、そもそもがちょっと代用キャラ気味かもしれないんですけど、うん、ルナの代用みたいな風に使える場面もあるとは思いますね、友情使いたかったから、ね、うん、こっちでいいもんね、なんだこっちの方がバフ強いんで友情に関しては、うんうんうん、使い分けでそういった感じで、うんね、いい感じにルナ潰さなかったから、うん、うん、おおって思った、うん、やるなって強いんだわやっぱりルナはまあ強いね、闇だしいろんなところに作れてきやすい、あとはこれはどうですか、今すぐ引いた方がいいですか、うん、まあ年末なんでちょっと待ってもいいと思う普通に、うん、めっちゃ強いけどね、うん、使うところが今のところ天魔6と多分孫足ぐらいなんで、うんうん、そんなに重要じゃないかなとは思ってる、うんうん、でも今後やっぱりね重力転送と なぜか重力も対応してるんで貫通の方は重力転送ってもうシャルルラインでめちゃくちゃずっと怪しいんで、うん、ずっと増えてるやつ、そうまあ将来的にはなんか天魔追加みたいなの来ちゃったらね、うん、こいつスピードアップ枠で使うかなっていう感じもするけどね、わ、うん、かんないけどね、劇種が違うんで、うん、こっちも天魔6強かったわ、まあ、まあ強いだろうねマジで強かった、うんうん、そうよ、ボス削りが本当に毎ターンそのアバンストラッシュしてるまあ火力がやっぱやばいよ、うん、まあ守護術出てかなきゃいけないからあれだけど、うん、うん、といった感じでした、はいはいはい、ということで皆さんも参考にしてみてください、うん、はい、ということで以上になります、我々は、ね、メンバーシップもやっておりますのでそちらもぜひチェックしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。バイバイ。